はい、つねさんです。先ほどですね、ハクビ船に乗ったというふうに申し上げまして、実際乗ったんですけども、私がイメージしてた路線はですね、ハクビ船ではなくて桃太郎線だったということで、一旦次の駅で降りて戻ってきて、でまた今からですね、この桃太郎線に乗って総社に向かいます。で総社まで歩いて、あ、ごめんなさい、総社で降りて、総社から歩いてこの桃太郎線沿線を戻ってくるというトレイン&ウォーキングの旅です。ね、こうやって路線を間違うということもありますので、下調べも重要なんですが、この行き当たりばったり感っていう、この自由的な価値というかね、計画があって目的があって、そこから戻ってくるということを明確に決めてとかっていうようなことではなく、このいい加減な自由気ままなというところにもですね、旅の価値というのはあると思うんですね。本当に岡山市のただ隣の市からの総社市からですね、歩いて戻ってくるという、本当に、ショートトリップなんですけども、まあ、ちょっとしたそのショートトリップの中にも冒険心というかですね、ワクワク心を楽しめるアクティビティがあるということで、チャレンジしてみたいと思います。では、じゃあこれから総社に向かいたいと思います。それではまた。